アンティーク着物とは昭和初期以前に作られた着物のうち特に状態の良いものを指す。アンティーク着物を着こなす女性たち大正ロマニや昭和モダンと呼ばれる花柄や幾何学模様、アールデコを意識したデザインなどが近年のレトロブームで再評価されている。アンティーク着物は日本人が日常的に着物を着ていた頃に制作されたものであり、現代では 再現困難な素材や染色方法を使用しているものも多い、胴裏にもみを使ったものも多い。波以下の状態のものは骨董紙などで安価で入手できるが、状態の良いもの、質の高いものは専門の五服店等で扱われる場合もあり、価格も数十万円から数百万円と高価である。ただしこうした場合であっても、 同等の技術で新しい着物を仕立てるよりははるかに安価である。アンティーク着物を展示している美術館として、日本着物文化美術館、本郷美術骨董館、ハリリコレクションの着物などがある。リサイクル着物店の例アンティーク着物に対して、おおむね昭和30から40年代頃の製作年代がそれほど古くはない中古着物をリサイクル着物と呼ぶ。 アンティーク着物は痛みなどがあっても高価で取引されることがあるが、リサイクル着物は状態が良いものであっても、外してアンティーク着物よりもずっと安価である。江戸時代から戦前頃までは、和服は新品の単物からあつらえる以外は、中古品を古着屋で購入するのが一般的であった。戦後、和服が日常着ではなくなると、従来の古着屋は、 事業として成立しなくなり、そこで扱われていた古着は、一般の鉱物商などで売買されることとなる。現代のタンス屋などのリサイクル着物ショップは、いわば着物流通形態の先祖返りとも言える。アンティーク着物、リサイクル着物とも、近年はネットショップやインターネットオークションなどで売買されることが増えている。ありがとうございます。